トモンよ、出発の時間ですか？了解です。食べ物や飲み物はたくさん用意してくださいね。これから先はすごい数の階段が待っていますから。ただいま戻りました、お母様。ブローニャ、私は貴様を失うかと。今までどこに行ってたの？怪我はない？すぐに執事を呼んでくるから。 いえ、今はセバスに会いたい気分では。ごめんなさい、お母様。私なら大丈夫です。下層部を回り、何度か戦闘もありましたが、概ね対処できました。下層部。そう、分かったわ。では貴様が見たものを報告するといい、ブローニャ統領。外縁通路での逮捕作戦が失敗した後、私は指名手配されていたよそ者と一緒に何らかの方法で下層部に連れて行かれました。当時の状況に迫られ、私たちは一時的に共同戦線を張り、共に下層部の民を助け、生存問題を解決したのです。そこで私たちはスバローグという名の古のロボットを倒し、真実を、性格に関する真実を知ることができました。聞いてるわ、続けなさい。カカリア様、私が保証いたします。あの天外の来訪者たちは決して私たちが想像していたような悪党ではありません。私は彼らが正義のために戦い、他人の理想のために命を懸けるところを見ました。故に確信したのです。彼らの目的は本当に正確であり、正確によるベロブログの最悪を解決しに来たのだと。お母様、お母様はずっと前から性格の真実を知っていたのですよね。そして私もいつか知ることになったのでしょう。守護者になる代価の一つがその秘密を背負うことであると。ですから恐れながら、私はよそ者への逮捕命令は間違った選択だと考えます。性格がもたらした問題を解決するために喧騒者は何百年も待ち続けました。そして彼らこそがその。もういい。あ、傲慢、無知、失望したぞ、ブローニャ。氷山の一角を垣間見ただけで全ての真相を知った気になっている。下層部で泥にまみれた挙句、よくも私の命令を疑えたものだな。シルバーメインよ、ブローニャを。彼らは泥ではありません。私の過去、そしてあなたからは聞けなかったことを全て思い出しました。もう逃げたりしません、守護者様。これ以上曖昧な言葉でごまかそうとしないでください。守護者様が見たものを教えてください。一体何を隠してらっしゃるのですか？どうしてシルバーメインを列界に送り無駄死にさせるのですか？どうして下層部の民を見捨てたのですか？どうしてあの時お考えを変えたのですか？分かったわ。いつかこの日が来るとは思っていたけど、こんなにも早いとは。私がなぜあんな命令を下したのか知りたい。そうだな、本当に真実に触れる覚悟はできているのか、ブローニャ。は、覚悟なら
ってきております。お母様、ではついてきなさい。この死に瀕した世界の彼女の声を聞かせる時が来たわ。少しで新鮮な空気の味を忘れるところだったよ。いいよ。サンポがいないわ。いいよ、次の話題に移ろう。で、次の目的地は？先に泊まる場所を決めた方がいいと思うんだけど、あのゲーテホテルには行きたくないな。サンポ、自分の隠れ場所を聞かれると分かってて、行政区についてすぐいなくなったみたいね。本当に頼りにならないやつ。ダメ！オーナーさんはうちらの顔を覚えてるはずだから。それにシルバーメインの投書もすぐ近くだし、自主と同じだよ。炭鉱はどう思う？俺は先にセイバル・ランドゥを訪ねた方がいいと思う。やっぱり炭鉱もジェパードに会うべきじゃないと思ってるんだね。彼はシルバーメインの上級軍官だ。そうやすやすと会えないだろう。それに万が一ブローニャの言葉に説得されなかったら、俺たちは飛んで火にいる夏の虫になる。じゃあ炭鉱の言う通りに、先にカラクリ工房に行ってセーバルを探す。ああ、それと慎重に振る舞うことを忘れるな。今は指名手配されている身だからな。どうしたのゼール？何でもないわ。ちょっと見慣れないだけ。前に来た時はまだ私は子供だった。今目に映る全ては記憶にない見知らぬ光景。私たちは隔たれていた時間が長すぎる。長すぎるのよ。何でもないわ。行きましょう。見張りのシルバーメインがたくさんいるわね。いつもこうなの？いや、前に来た時はこれほどではなかった。通常通りではないのなら、その理由は俺たちと関係があるのかもしれない。大守護者が俺たちの来訪に気づいたってことか。ブローニャ、
誰だか知らないけど、今日は天休日だよ。また明日に来て。興味ないね。私に足りないのはお金じゃなくて時間。セーバル、以前うちらに会ったでしょ。物の修理まで手伝った。覚えてないの？何よ。ああ、思い出した。ベロブルグの外からやってきた3人だ。たく、まだ街をうろついてるのか。シルバーメインに追われてる身だって自覚はないの？早く入ってきて。なるべく自然に、目をつけられないように。私のところまで来たのならもう安全だよ。このからくり工房は防音だし、普段は誰も来ないから。それで一体何の罪を犯したんだ？前線からシルバーメインを撤退させてまであんたたちを探してる。上層部のみんなも怖がってるよ。うちらは。待て、美月。ブローニャから聞いたんだ。お前を完全に信頼していいと。なんだそれ。ブローニャを強調して自分たちはまだ私のことを信頼してないと言いたいわけ？まあ警戒心があることは悪くないけどね。安心しなよ。私なんかがカカリアに話しかけられるわけないから。私を喧騒者から追い出したのが彼女だから、今さら近づく理由もないし、喧騒者が確実な証拠を示さない限り私はあんたたちが罪人だとは思わない。それに私の喧騒者に対する理解からすると、本当に証拠があるならとっくに示してるだろうね。もう見慣れたやり方さ。カカリアはね、いつもこうなんだ。先にみんなをバタバタさせる。だってバタバタし始めると細かく考えられる人はそういないからね。詳しいも何も昔は親友だったんだ。当然それもあいつが大守護者になる前の話だけど、今の私はこのからくり工房でポンコツを直して音楽をやって自由に生きてる。まああんたたちと情けない昔話をするつもりはない。さっきの話に戻ろう。行方不明になったブローニャが私を訪ねろって言ったのはきっと用事があるからでしょ。信じてくれても大丈夫。一回しか会ったことがないけど私の勘が教えてる。あんたたちは悪いやつじゃないって私の勘はよく当たるから。講談ならうち得意だよ。あまり大げさに言わないといいんだが。だからブローニャの情報がないわけだ。そんなことがあったんだね。下層部か。封鎖されてから人が上がってくることはほとんどなかった。そんな風になってるとは。あんたたちの話を信じるよ。そんな不思議な話作りたくても作れないだろうし、それにゼーレちゃんがその証拠になる。性格ね私を訪ねてきた理由が分かった気がするよ。私は喧騒者の一人だった。研究部にいた頃の仕事が性格を研究することだったんだ。喧騒者じゃなくなったのにまたこの言葉を聞くことになるとはいいよ、知ってることを全部教える。
ベロブルグで正確な存在を知ってる人間は少ない。存在を知っていても、それを烈海や寒波の根源に結びつけて考えることはない。でもそのロボットスバローグのメモリーデータによれば、喧騒者たちはずっと前から真実にたどり着いてた。ただ研究結果はわざと隠され、外部に知られないようになっていたと。私の運が悪かったんだ。あれほどあるテーマからわざわざ性格を選んでしまった。どうやら性格の真実に触れようとした人間は誰でも追放されたり処理されたりするらしいね。もしかしたら私はカカリアに感謝するべきかもしれない。彼女は私を追い出しただけだったから。もっと大変だけど、後が楽になる方法もあったのに。カカリア、私たちはもう何年も話をしてない。かつて私と彼女はいい友人で、何でも話し合う仲だった。でも大守護者の座についてから彼女は完全に変わってしまった。かつての信念、それからあの情熱、まるで何らかの力によって肉体から引き抜かれたようだった。彼女は自ら私を追放する命令を下した。私に会おうともしなかった。その後の彼女の行為はよくわからない。とっくの昔に普通の理屈で彼女を推し量るのは諦めたんだ。時々私が彼女は実は全くの別人じゃないかと疑ってしまう。こんな可能性はない？もしかしたら守護者は代々受け継がれる意識で、本当のカカリアはもう消えてしまったとか。代々の大守護者があの理解しがたい意思決定と彼女を駆り立てているとか。わからない。この考えで一曲書いてもいいかもしれないね。知ってるよ。直接見たことはないけど、疑似実験と観測でおおよその位置はつかんだ。観測結果によれば、性格はベロブログの北に位置する、あの広い雪原のどこかだよ。俺たちは必ず性格を見つけなければならない。早ければ早いほどいい。それもできればカカリアが行動する前にだ。方向を教えてくれないか？問題ないよ。ちょうどそうしようと思っていた。でもあの道は口で言うほど簡単に進めるものじゃない。ベロブルグの北はほとんど烈海に飲み込まれている。北部の雪原に向かうにはシルバーメインの前線の禁止区域禁区を抜ける必要がある。シルバーメインの禁区を無事に抜けられても、その先には大きな烈海が待ち構えている。そう、シルバーメイン主力部隊の屯所だよ。彼らはそこで軍を編成し、烈海の侵入に対抗している。どうやらうちら3人とゼーレじゃ足りない感じだね。地下に戻って地縁に合流してもらうようにお願いする。時間が許してくれないだろう。そんなに悲観しなくても大丈夫。研究員時代によく北部をうろついていたから、前線の兵士たちとはかなり親しいんだ。堅くなに攻めるのがダメなら賢くやった方がいい。こうしよう、私があんたたちを連れていく。どう？本当？最高じゃん。詳しい人の道案内があるだけで一安心だね。私も直接性格を見たいからね。あれは私が10年以上取り組んできたテーマだ。人生に全部で何回10年間があると思う？これで決まりだね。善は急げ。準備ができたら出発しよう。
はずい、弟が今日来るって言ってたのを忘れてた。あんたたちはどこかに隠れてて、私が対応するから。ジェパード来たんだ。前線が緊張してるから来ないと思ってたよ。幸いなことに最近はモンスターの攻撃も落ち着いている。一旦町に戻って用事を済ませ、後で前線に戻るつもりだ。これは前にも言っただろう。あ、もうそうだね、確かにそうだった。姉さん、様子がおかしいが何かあったのか。いや大丈夫。どうしてそう思うんだ。いつもは僕の名前を呼ばないだろう。あんたはずっとみんなの前で私が弟と呼ぶのを嫌ってたじゃない。私もそうだなって思って。普段はやっぱり名前で呼んだ方がいい。そうでしょ弟。好きなように呼べばいい。姉さん、今日は仕事できたんだ。砦の装置が故障した。部隊の技師じゃ手に負えない。姉さんに見てもらう必要がある。何の思考が凝り固まったやつらじゃ。私の設計を理解できないのは当然だよ。はあ、何か大事かと思ったじゃない。ここに置いといて、私が直すから。すまない、感謝する。私に遠慮してどうすんの。そうだ、町で突然戒厳令が敷かれたのは何かが起きたから。それは僕が受けた命令は外部には漏らせない。じいちゃん偉くなったんだね。庶民のお姉さんには言えないってわけ。やめてくれ。分かった、僕が言わなくてもどうせペラシカンが教えるだろう。昨晩ブローニャ様が突然現れ、クリフォト城に入っていったんだ。誰にも声をかけずに。第一守護者様は以前の3人の侵入者が列海に落ちたのではなく、ブローニャ様の後を追って行政区に戻ったのではないかと疑っている。だからあのお方は町全体に戒厳令を敷き、疑わしい者を逮捕するよう命じたんだ。なるほどね。だから今までブローニャの情報がなかったのか。彼女は今どうしてる。わからない。彼女はクリフォト城を離れていない。大守護者様はただ彼女が帰ってきたとだけ、他には何も言っていないんだ。そうか、心配だね。彼女がいなくなってからペラの仕事量は倍増して、外出もままならないんだ。ペラ士官は本当に姉さんに全部喋っているのか。ああそうだ、前回ゲーテホテルの周年記念限定水筒をここに置いていたな。持っていくよ。待って。どうしたんだ姉さん、今日は本当に様子がおかしいぞ。そこは、ああそうだ、以前あんたが育ててた花を大量に枯らせたでしょう。この間部屋を掃除した時にそれを全部そこにまとめて置いておいたんだ。匂いがすごいから近寄らない方がいい。理由がおかしいことはともかくとして、本当に部屋の掃除をしたんだな。また禁止されている研究をしているんじゃないのか。してない。あんたってやつはお姉さんを何だと思ってるわけ。もういい。確かに姉さんのプライベートを侵害するのは良くない。仕事があるからもう行く。ちょっと待って。その侵入者たちって、ただ聞くだけなんだけど、どんな罪を犯したの。喧騒者を陥れ、ベロブルグの破滅を目論んだ。私を処分した理由と大差ないんだね。カカリアの手段は少しも変わってないのか。そんなことを言うな姉さん。
姉さんが大守護者様に不満があるのは知っているが、その話は笑えない。また叱られたね。わかった、弟、気をつけてね。次は私とペラの練習を見においでよ。時間があれば行こう。出てきていいよ、もう安全なはず。はあ、息が詰まりそうだった。ドラマみたいな超展開だったよ。弟が水筒を取りに行こうとした時、本当に心臓が飛び出るかと思ったんだから。ブローニャが危ない。ダメよ、彼女を助けに行かなきゃ。私たちだけでクリフォト城に乗り込むつもり？その考えは諦めて。ゼーレちゃんがどんなにすごくても、あんたが死にに行くのを黙って見送ることはできない。安心して、カカリアがブローニャに危害を加えることはない。人の心は変わりやすいけど、少なくとも私はこの点に関しては自信を持ってる。ブローニャも似たような話をしていたわ。本当に理解できない。あんたたちはカカリアに反抗しながらも、ある面では彼女を信じている。さっき試してたんだけど、結果は見たでしょ。動かぬ証拠がない限り、弟は絶対にカカリアの命令を疑わない。先に弟を探そうとすれば、計画は絶対に水の泡だよ。ほら、シルバーメインの禁区に行こう。先に性格を見つければ、カカリアはあんたたちをどうにもできない。ブローニャ、彼女は本当に無事なの？そんなに彼女を心配するなんて。仲のいい友人？仲がいいほどではないわ。彼女と約束したの。安心して、彼女は私が知ってる中で最も強い女の子だよ。ええ、それは私もよく知ってるわ。厳重な警備、忍び込むのは無理そうだね。セーバル、今こそ知恵で出し抜く時だよ。よし、お姉さんに任せなさい。ちゃんとついてきて、バレないようにね。ここから先は軍事エリアで、関係者以外立ち入り禁止だ。待て、あなたは、え、セーバルさんですか？お久しぶりです。よっ、フランツじゃない。久しぶり。どうしてまだ入り口の見張りをしてるの？それは答えられないですよ。セーバルさんは相変わらず鋭いですね。こんな遅くにどうしてこちらに？後ろの方たちは？弟から禁区のエネルギーパイプが故障して、結構深刻だと聞いたんだ。
下請けの修理者は信用できないらしくて、私がただ働きに来たわけ。この人たちは私の助手で、ここにある設備を全部点検するつもりなんだ。そのパイプに問題があるとは聞いていませんが。これは技術部門の問題だ。門の守衛が知ってどうする。ほら早く中に入れて。深夜に暖房供給に問題が起きて、人が投資したら責任が取れるの？いえ取れません。ジェパード自衛官のお姉さんなら問題ないよな。わかりました。これは臨時の訪問証です。なくさないように、出るときに返すのを忘れないでください。ありがとうフランツ。機会があれば弟に昇進させるよう口添えしておくよ。やめてください。ジェパード長官はそういうコネが大嫌いなので、俺のことは何も言わないでください。それが一番助かります。だったでしょ。さすがジェパードのお姉さん。はあ、私はジェパードのお姉さんだと認識されるのは嫌だけどね。今回は真ん中にあるあの機械の桟橋が見える？桟橋を抜けた向こうがこの世の地獄だ。果てが見えない劣界、疲弊したシルバーメインたち、それに死の匂いが漂う空気だよ。さらに北部に向かいたいのなら、あの地獄を抜ける必要がある。覚悟はいい？そうだよ、今さら引けないよ。じゃあ行こう。まずは橋を渡る方法を探さないと。私はこのタイプの桟橋の基礎ロジック作成に参加したことがある。複数の端末を組み合わせて制御してるはず。探してみよう。ジェパードはいつも前線にいるの？そうだね。急にどうしたの？こんなに危険なのに心配にならないの？あいつはランドゥー家の人間だよ。ダメ、この端末はオフラインだ。ここからでは操作できない。じゃあどうすればいいのよ？他のを探してみよう。桟橋を結びつける各プラットフォームに似たような端末があるはず。すごく意外なんだけど、セーバルとジェパードって本当に兄弟？確かに私たち二人は性格と趣味が全く違うね。ランドゥー家は代々軍人なんだ。多くが若くして亡くなっていて、兄弟姉妹に残す時間はあまりなかった。だから誰もが自分の人生をしっかりと生きようとしている。ただそれだけ。
ダメ、起動できない。端末へのエネルギー源が誰かに遮断されているみたい。よく考えてみたんだけど、確かにその可能性はある。前線の警戒期間中は桟橋を渡れないように動かして、そして後方では端末のエネルギーを切り、誤操作もしくは兵士が逃げるのを防ぐ。そうすれば前線が突破されても列海のモンスターは桟橋を通って後方に侵入することはできない。ローニャが言っていたのは本当だったのね。確かにシルバーメインはベロブログを守るために命を懸けている。ただの憶測だよ。でも十中八九そうだと思う。弟は言ってた。列海のモンスターに対抗するためには極端な手段を選ばざるを得なかったと。前に進もう。二つの端末がどちらも起動できないのなら、元になっているエネルギー装置を見つけないと。あれだ、大きな鉄のボールみたいな、あれ。門を挟んだ向こう側だなんて、めんどくさ。あれの正式名称は、機関エネルギー中枢だよ。これだけ多くのパイプがつながっているとなると、シルバーメインのキンク全体のエネルギーが、この装置によって賄われているはず。ふん。警備が厳重なのも頷ける。一台で全部賄う？絶対に問題が起きるわ。私たちはそれで痛い目に遭ったのよ。この装置の権限を手に入れられれば、桟橋の端末を操作できる。だから門の守衛に緊急点検に来たって言ったんだよ。後方だけじゃなく、前線にも点検が必要な設備があるはずでしょ。なるほど、さすが。適当に言ったのかと思ったよ。行こう、あの兵士に入れてもらえるかどうか聞いてみよう。やあ、こんばんは、兵士さん。お前たちが緊急点検に来た技師か。しばらくあたりをおろついていたようだが、問題は見つかったか。いいや、今のところ全て正常だよ。私の予想では問題はエネルギー中枢にある。定期点検をしたいから中に入れてくれない？私はこの設備のイテレーションに参加したことが。ダメだ。護衛隊長の暗号キーがない限り誰もエネルギー中枢に近づいてはならない。大守護者様が来てもダメ？大守護？その手には乗らないぞ。暗号キーがなければ誰も近づいてはならない。
やば、この人頭が回るタイプだ。さっき暗号キーって言ったよね。どの隊長に会えばいい？ダン隊長は今休憩中だ。お前たちで探しに行け。隊長が認可すればお前たちを通してやる。ダン？ダン？はあ、早く行って。問題ないよ、後でまた会いに来る。人知ってるの？そうだよ、古い知り合いなんだ。彼は話が分かる人だから、私が説得してみせる。やあダン、久しぶり。あんた護衛隊長になったんだね。セーバル、久しぶりだな。相変わらずキレ元気そうだな。紹介するよ。この人たちは私の助手。からくり工房の仕事を分担して手伝ってくれているんだ。みんな、彼は私の古い知り合いで、ダン隊長。昔は私のバンドのキーボードを担当してて、かなりの腕前だったんだ。この兵士さんもロックをやるの？こんにちは。はじめまして。サッカレー、お前何日風呂に入ってないんだ？私はシフト交代でついさっき。ん？もう一回言ってみろ。報告します！2日入っていません！みっともない。来客の前でよくそんな失礼なことを。すまない、情けない一面を見せてしまった。大丈夫だよ、ダン。そうだ、機会があればまた私と一緒にステージに立つ気はない？今のキーボードも悪くはないんだけどさ、やっぱ舞台でバンドをやってた頃が懐かしいんだよね。昔のことだ、セーバル。俺はもう久しく鍵盤には触れてない。それにこの金庫を一年中見張ってる俺じゃ、もう城内に戻る機会はないかもしれない。少しよそよそしい物言いだったな。それで俺に何の用だ？何も問題がないのなら早く帰った方がいい。ここは安全じゃない。パイプは全て点検したけど問題はなかった。機関エネルギー中枢だけまだ点検してないんだ。あそこの衛兵から聞いたんだけど、暗号キーが必要らしくてね。手伝ってくれない？言い過ぎじゃない？どうしたの、ダン？すまない、セーバル。ジェパード自衛官に何て言われてここに来たんだ？ん？ああ、それは姉さん、禁区のエネルギーパイプが故障した。あの役立たずの技師たちでは原因すらわからないってな感じだったかな。じゃあもう一つ、彼はいつ連絡をしたんだ？今朝かな。そう、今朝だよ。今日は市街の巡回を担当してるんだってね。依頼するために私のところに立ち寄ったんだよ。ジェパード長官はさっき前線に戻ってきたばかりだ。俺がもう一度彼に確認しようか。待って、もう戻ってきてるんだ。嘘でしょ？少し前までは城内にいたのに。セーバル、お前はずっと変わらないな。嘘をつくのが下手だ。連れてきた者たちも
工房の助手じゃないんだな。セーバル、手伝いたくないわけではない。だが俺がベロブルグのシルバーメインだということを忘れてはならない。セーバル、お前は先に戻るんだ。このことは誰にも言わない。だがこのよそ者たちはここに残ってもらう。交渉は失敗だ。私があんたたちをここまで連れてきたんだから、一緒に戦うよ。この件はベロブルグに関係する、いや世界の運命に関わる。ダン、私たちを通して。セーバル、かつて毎日のようにバンドの練習を共にしたお前ならわかるだろう。俺のロック魂は軍人としての尊厳を守ることだと。痛くもかゆくもめんどくさいやつ。即戦即決で行こう。やっ、眠るといいわ。思いもしなかった。始めようか。お注射の時間よ。命の重みを味わいなさい。ヘイゲヤ。うっとうしいわね。逃がさない。蝶と共に散れ、スタールインファントム。この機会を逃さないで。ルールは破るためにある。一撃で沈める。あんたの番だよ。セーバル、どうして。ダン、ごめんね。少し眠っていて。ただ一時的に気を失っただけだ。心配ない。頑固なやつ。でも強かったわ。遅延に足りないのはこういう人よ。見つけた。これが暗号キーだ。気づかれないうちに行こう。今気づかれたよ。これは敵襲警報。後方エリア全体のシルバーメインが敵になる。ここまで来たんだから、腕が折れても足がもげても性格をこの目で見てみせる。行こう。エネルギー中枢のところに戻ろう。邪魔する奴は目に物を見せてやる。
暗号キーを彼が持ってるって分かってたら、私一人で忍び込んで持ってくればよかったわ。後悔先に立たずだよ、ゼールちゃん。機械の桟橋が起動すれば遅かれ早かれ気づかれる。私が怖いの？おやすみ。いくよ。蝶と共に散れ、スタールインファントム。共に散れ、スタールインファントム。見事な手術だったわね。無駄足じゃなかったよね。少し時間をちょうだい。誰がこのシステムを設計したの？どうしてこんなに複雑なわけ？緊急消防拡散システム、絶対これじゃない。ダンスフロアロックンロールモード、誰が組み込んだんだ？しかも私の曲を使ってるし。機関桟橋制御端末、見つけた！よし、エネルギーシステムがオンラインになった。桟橋の端末を操作しに行こう。あのさ、セイバル、桟橋を渡ったとしても向こうにもたくさん兵士がいるんだよね。そうだよ、間違いない。じゃあどうすんの？一直線に包囲網を突破するか。陸…気をつけて、前にでかいのがいるわ。他に道はない。正面から応戦するしかないみたいだ。私たちはスバローグにも勝ったんだから、あんなの取るに足らないわよね。行くわよ。命の重みを味わいなさい。誰がちびっこだって。破るためにある。やっやっ。痛くないでしょ？悪者、名を名乗れ。思いもしなかった？私を頼れば心配ない。ドスクロノフック様のご登場だ。どけどけ。
来い。よくもない。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。即戦即決で楽にしてあげる。蝶と共に散れ。始めようか。重傷ね。はあ？パン！あららら！ね、くらえ。眠るといいわ。目標を狙うほどこの鎌は速くなるのよ。エネルギー供給回復、システムオンライン検証開始。早く早くして。 40% 65 85。やっと終わった。これで桟橋を操作する権限が手に入ったよ。急いで。進もう。前線に向かおう。大丈夫なのか？弟もそこにいるんだろう。多分ね。鉢合わせないのが一番いいけど、もしやったら話し合いを試みるしかない。彼を説得できる自信はあるのか？自信ね。3割以下かな。つまりまた武力行使になる可能性があるんだ。うちだっていつも誰かを説得しようとして最後には戦ってるよね。確認したいことがある、セイバル。もし俺たちと弟の意見が割れたら、お前は俺たちの側に立つのか？それはもちろん。お姉さんは有言実行だよ。最後まであんたたちの味方をするって約束したんだから、それを破ることはしない。次の冒険の前に姫子に交渉のコツを教えてもらわないとだね。拳に頼って問題を解決。